和歌山学習センターにて講義エンターテインメント情報学を担当します倉本と申します現在ではコンピューターは単に計算をするだけではなくて私たちの生活と心を豊かにする能力を持っていますエンターテインメント情報学とはこの人の心を豊かにするエンターテインメントに利用される情報科学や情報工学に関するアプローチを研究する学問分野です講義では エンターテインメント情報学に関わる様々な技術と現状を考え方と技術の両面から学びます。最先端の技術についても事例を交えながら紹介しますので、エンターテインメントと情報学の広がりをぜひお楽しみください。